はい、皆さんこんにちは。今回は、男性の方必見、薄毛予防の、自宅でできる簡単なヘッドスパを、やっていきたいと思います。今回使うのはこのコタの、クールアスカルプローションです。これを使って、やっていきたいと思います。はい、ですね、まずやり方をやる前に、まず補足をちょっとしておきたいと思います。まず、心臓から血液が、送られるわけですけども、頭皮は、ここが一番てっぺんになって首を通って、ここに血液や栄養が行くことになります。で、ですね、ここの頭皮っていうのは、自分の意思では動かなくて手でこう押し上げないと、血液のが上の方まで行かないので、まあ、手を使ってやっていくっていうことが、重要になってきます。じゃあ実際に、今からやっていきます。はい、じゃあこちらの、クールアなんですけど、よく振って、頭皮にまんべんなく入れてください。で、首の付け根から、1線、2線、3線と、分けていただいて、首から通ってくる血液を、トップのこの部分に、こう押し上げるように、円を描くように、やっていってください。まずこれが第1線です。で、次にちょっと上に上がって2線目をこうまた円を描くように押し上げてください。で、また少し上に上がって3線目です。円を描くように上の方に押し上げてください。これを何度か繰り返してあげることで、首から通っていた血液が、ここまで届くので、ここまで栄養がしっかりいくということになります。はい、どうだったでしょうか。秋は、紫外線の影響も少なくて髪が一番育ちやすい時期でもあるので、皆さんも家で、ぜひやってみてください。はい、今回は 4cm TV をご覧いただきありがとうございました。よろしければ、グッドボタンを押してください。あとは運営の励みにもなりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、4cm TV でした。また。